はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマ、小学校受験幼児教室の誤解その6です。それでは西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、これまでね、幼児教室の誤解ということで話してきましたけど、もう6回目になりました。はい、すごいですね。なんか今まで私がずっと思ってること、うん、はい、まあそれは自分の子供も通してですけど、やっぱりもっとこうありたいなっていう思い、うんうん、まあ自分のところもね、そんなにじゃあ全部それがね満足いくようにできてるかっていうと、完璧にはね私たちもまだできないんですけど、うん、まあこういうようなことはとは思ってますね。こうならないようにというのを目指してますよという意味でもあるかなっていうところでしょうかね。はい、はい、でこの第6回目は何でしょうか。これがね、はい、私もすごくいつも思うんですけど、ね、こうこうこういうことをしました、だからお家でこうしてくださいとか、こう全部親のせいに、何かお母さん思い当たるとこありませんかとかでね、すごくいつも思うのは、こうなんていうのかな、あるうちがやっぱりあって、結構教室でなんか邪魔をしたりとか、まあ邪魔っていうか大声出してみたりとか、こう、まあ、暴れてみたらじゃないけど、なんかそういういろんな、なんかこう手を出したりとか、人に話しかけたりとか、そういうこう授業を妨げるっていう子供がやっぱり いたんですって。自分の子供がそうだったんですって、うんうんうん、そうするとまあ先生はそれを抑えることができないで、それで終わってから、うん、授業が終わってから親に、お母さんに、もう実はこうこうこうでした、こうこうこうでした、お家でどんな生活してるんですか、もうお家で必ずこれはね、うん、もうやっぱりこう直してください、困るんです、困るんです、ね、っていうふうに言って責められるらしいんですよ、その親が。はい、でまあ帰って、その帰りがけとかそういう時にこうぐちゅ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 こう、また親だってやっぱりそう言われれば言いますよね。で、そう、すごくなんていうのかな、子供もすごくそのことが嫌みたいなんですよ。そのまたこれ何を先生に言うのかなって、こうまた疑いのあれもあるから、ですごくそれが嫌で親子関係が悪くなるっていう。でもね、子供の立場にしてみたら、そんなね、子供と犬をなしにしたくはないんですけど、はい、でも私はいつもね、もう現行犯じゃないんですけど、やった時瞬間にその時言うんですよ、悪さした瞬間だったりとか。そう、うん、犬も同じなんですよ。やっぱりやった瞬間に言わなかったら、後からあなたこんなとこ何なん、こんなとこおしっこしたでしょとか、こうこうこうして噛みついたでしょって言ったって、犬はもう忘れちゃってるんですよ。うん、うん、だから犬にはよく言いますよね、うん、やったその時に怒れって、うんうん、聞いたことありません、うんうんうん、ある気がする、うん、でもそれ当たり前だと思うんですよ。それは幼児も同じなんですよ、うんうん、後から言われたって、え、あれって何のことだっけ、うん、とかまたやるんですよ、まあ、ある意味今が全ての世界だからね、うん、だから例えば親が、まあ、後ろで見ていたとしたら、ね、後ろでちゃんとそんな隠れミラーじゃなくて、うん、ちゃんと後ろに座って見てて、じーっと見てたら、ああいうことしてる、ああいうことしてる、ああいうことしてると思ったら、うん、親の目で見てるわけだから、うん、代わりがけにあんたあそこでああいうことしたでしょとかね、うん、言えるじゃないですか、はいはい、でも後から注意されても子供は分からないから、親が後ろで見ていないんだったら、うん、それは先生がその場で注意すべきだと私はすごく思うんですね、うんうんうん、で、うちのしんすけの時もそうだったんですけど、しんすけもけいすけもそうなんですけど、しんすけなんかはもうね、そこは全部必ず後ろで見て、うん、先生が言った問題も全部自分で書かなきゃいけないとこなんですよ。お母さんが書かなきゃいけない、そう、書かなきゃいけない、うん、新しいプリントなんかくれないですし、だから、うん、もう見えるわけですよ。それでしんすけなんか、なんか知らないけど、お話の記憶の時に、はい、ああ椅子合体して、合体してんなと思ったら、合体合体してるうちにその椅子が後ろにひっくり返って、うん、あら見えなくなったと思ったら、もうそれでひっくり返ってるんですよそういう授業中にですよはい、はい、はい、とか思ってね、恥ずかしいね、見ましたつってね、もうそれも怒ったんですけど、はい、でも見られてるのを子供も知ってるから、うんうんうん、
なんでそれ集中した話を聞いてないのかって話になったり、うんうんうん、で下の子なんかは例えば黄土色で丸をつけてくださいって、ね、パッと黄緑色でつけたりね、はい、こうでそ見えるんですよこの撮ってるものが、うんうん、だからもうそういうのが見えてるからこの人話聞いてないあんたああいう時に話聞いてなかったじゃない、うんうん、ね黄土色って言ったのにあんたは何色撮ったのとかね、うんうんうん、そうやってこう自分が本当に後ろにいてじっと見てんならね、うんうん、それは親に注意しろっていうのが分かりますよね、うんうん、これ見て親分かんないの、まあまあね、ってなるけど、うん、親も見てないところでこう やりだすと、うんうん、そのね親が注意ができないんだからそれは当然先生が注意する気なんですよ、うんうんうん、役割としてはねそうなんです、うん、でうちに移ってきた時にそのお母さんがでもねそのお母さんもね長いことそこにまあいたために、うん、その確かにあまりいい子じゃなかったんですけど最初はねうちに来た時は、はいはいはい、だからもうなんかすごいすごく静かなね、うんうん、そういうお母さんだったから、はいもう私が何か言うだけでビクビクしてるんですもうすみませんすみませんいいんだってそんな謝らなくてもって言うんだけど、うん、ああこの親ずっとそうやってきたんだって萎縮しちゃってすっかりそう、うん、で私にね恐る恐るでもねうちの子はそろそろ本性を見せると思うんですけどって言うからね、うん、ああフレンドリーで本性を見せるってねなかなか勇気のあることだと思いますよって言ったの、うんうんうん、で私はそういうことを教室でやったら、うんすぐさま怒りますからねって現行犯だよとそうだからでもその子って頭のいい子だなと今にして思えば思うんですけど、うんうんはい、それ見抜いてるんですよね、うんうん、この先生はきっとここで僕がこういうことをしたらすっごい怒られるって思ってるから、はいはいはい、私の前とか教室ではやらないんですよだからそういうやっぱりね親のせいにするっていうのだと親が辛いんですよ、うんうんでもねまた一人すごいのがいて、ええ、それはまたね私は怒りたいんですけどその私がいる時は絶対やらないって子もいるんですよ、うんうんうん、で先生が違ってお姉さん先生だったりちょっと優しい先生が1日とか持つとやるんですよ、うん、わあ悪いやつだなそれで可愛くないなその、うん、でもうちは根性だから、はい、たまたま私川越かなんかに行ってる時だったんですけど、うんうんうん、もうなんかね手に負えなくなったらしくて、はい、それで先生たちもどうにもなんなくて私に電話かけてきたんですヘルプってそうだからそれをスピーカーに変えてとか言ってね、はい、それスピーカー越しにガンガンに怒ったんですよ、はい、そしたら静かになったってだからねそういうことをね、うん、親に例えば教室内で起きたいろんな出来事を親に持って行ってもしょうがないんですよね、うんうんうん、その時間はねその教室で起きたそうなんです、ね、だからもう現行犯って私たちは本当に言ってるんですけど私が見てないものに関しては私は子供に怒らないことにしてるんですけど例えば小学生でも、うんうんうん、だからそういうことをしているっていうことをこう聞くんですけど、うんうんうん、でもね子供って小学校生も含めてなんですけど人がいない時に私がいない時にやってても面白いことに、うんうんいる時にやる可能性大なんですよじーっと待ってればね、うんうんうん、いつか本性が出るから、うんうんうん、そのやった瞬間を私も待ってるんですけど、はい、やった瞬間にやっぱり怒るんですよね、うんうんうん、現行犯それこそ、うん、だから家でもそうなんですけど、うん、パパがこういうふうにパパの前でこんなことしたでしょうじゃなくて、うんうん、やっぱり現行犯で怒るっていう、うんうん、現行犯逮捕じゃないですけど、うんうん、本当にねやったらこれそれをねの親のせいに、うん、でもねもしね、うん、親にそういうことを言いたいんだったらまあそれもお母さんたちの意見だったんですけど、うん、そういうことを私たちに親に言われても困るんだって、うんうん、じゃあねいい分かったからどういう子だかうちの子が何じゃあねそれを家でどういうふうにしたら直したらいいのか、うんうん、その方法を教えてくれっていう、うんうんね、そう、うん、いう要望のお母さん多かったですけど、うんうんうん、それは私ももっともだと思うんですよ、うんうん、私も自分が気になるから多分こうだろうと思うから家でこうしてみてって言って、うんうん、こうしてみたけどこうだったじゃあもっと次こうしてみてとかってやっぱりね、うんうん、親に責任を問うなら具体的な方法を
までも言ってやめてくれ、やめるようにしてくれって言わないとそれは無理ですよね。確かにそれはそうだと思う。だから例えば教室のものをこう授業中に歩き回って触っちゃうと、そういうことするんですよってことは言われて、もしかしてそれは注意されないで触りっぱなしになって、それも2回も3回もね注意されて売ると、じゃあどうやって直したらいいのってことになりますよね。で、私はそういう時はよく言うんですけど、それは教室の中のものを触るっていうことは絶対他も触ってるから、例えばわざわざスーパーに連れて行くとね、スーパーに連れて行ったらね、触りたいもいっぱいあるじゃないですか、はい、そういう時に触らない、こういうものは触らないってね、つどつど、そう、その都度都度言わないと、やっぱりいろんな場所にこう連れてって、触りそうなものがあったらそれは触っちゃいけない、でやっぱりその都度家でやるんだったらそれを注意してくださいって言うけれども、ただもう触って困るんです、触らないようにしてくださいって言われたって、ってなっちゃう、親はやっぱりやり方わからないですからね、そうですね、そこをちょっと考えてほしいなって、やっぱりなんでも親に先生されてねやれなっても困るし、だから建設的なアドバイスがあると嬉しいよねっていうことですね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、また何か思い出したら教えてください。はい、はい、はい、では教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールでは子育て幼児教育相談会平日と土曜日に行っております。今お話しました由美先生が皆様の疑問質問にお答えいたします。遠方にお住まいの方やね、海外にお住まいの方、外出を控えてらっしゃる方などはズームとかスカイプを利用することもできますし、お電話でも大丈夫です。日程等については記載しているホームページに3日間だけ時間がね、木曜日何時とか書いてあるんですけど、もちろんそれ以外の時間帯、曜日でも対応可能です。まずはお問い合わせいただければと思います。体験授業も受付中、1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先、電話番号が 03-3390-0750 番。メールアドレスは info@friendly-school.com です。教室では引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育など幅広いテーマでいろいろとお話をしていきたいと思っております。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。はい、ということで本日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。